はい、どうも、サトチューンチャンネルでございます。今回の動画はですね、ドイツでベーシックインカムがね、検証実験がスタートしたというところで、まあ、このあたりのね、話題をちょっとまあ僕なりにね、まあ、解釈してお話ししたいと思います。まあ、日本にね、もし導入されることになったらどうなるかとか、まあ、まあ、自分なりのね、まあ、思いとか考えとかね、まあ、このあたりをちょっとお話しできたらと思います。でね、このニュースはね、もう結構前ですね、ヤフーニュースでね、8月21日の金曜日に出たもので、もうだいぶ経ってます。この動画もね、9月のに入ってから作ってますし、公開日は予約投稿になるんでね、まあもっと先になると思うんですけども、まあだいぶね、日が経った情報ではございます。まあだからこそですね、ちょっとまあ、まあ、その期間ね、置いてるけども、それなりにこう、ちょっとまあいろんなものを見てね、まあ、いろんなこの内容ね、いろんな YouTuber さんも取り上げてるんですよ。で、まあ、それを見た上で、まあ、自分なりにちょっとこう、思ったことをね、動画にしようかなと思っております。はい。ですね、まあ、このニュースね、まあ、こう、まあ、要約するとですね、ドイツでですね、3年間、毎月15万円を支給するというものです。で、人数はね、120人、に、こう、まあ、給付して、一般的な人とね、比較をしたときに、まあ、どういうふうに違うのかっていうのを、ね、検証をするみたいですね。で、まあ、政府からの現金支給という形で、まあ、この給付が行われる、ベーシックインカムが、行われるというものになっています。でね、まあ、ここにも書いてるんですけどもね、イギリスでも議論がスタートしてますし、もうね、すでにね、アメリカとかスペイン、それからデンマークでね、もうすでにこのベーシックインカムの実験がね、もう行われてたというところでね、なんかこう、もう夢物語がね、もう始まっちゃってるわけですよ。ちょっと前までね、いや、まあ、そんなね、無理だよね、みたいなところがあったんだけど、こういう先進国がね、こうやって導入してるってことは、ひょっとしたらね、日本もありえなくはないんじゃないのかなっていう。まあ、そのあたりの可能性もね、ちょっとこの動画の最後の方でまたちょっとお話ししたいと思いますので、ぜひですね、最後までご覧いただければと思います。でですね、このまあ、ベーシックインカムとは何ぞやというね、お話なんですけども、これね、国民全員に無条件で一律給付するものです。例えばですね、年金だったら、まあ、ある程度ね、まあ、65歳以上かな、60歳以上かな、行かないともらえませんし、あとはその、なんだったっけ、生活困窮者を救うは何だったっけ？生活補助ね。生活補助もほら、審査があるじゃないですか。もうだからやっぱハードルが高い。誰もがもらえるわけではないんだけど、このベーシックインカムとは、もう誰でも一律給付です。これは赤ちゃんだろうが、お年寄りだろうが、お金持ちだろうが、貧乏だろうが、男だろうが、女だろうが、一律あなたに、はい、15万円、ドーンって毎月来るわけですよ。毎月給付金です。給付金と一緒だよね。給付金と一緒で、一律もらえるというものになってます。難しいことは一切なしというね。はい。でね、この案件はね、もううちのチャンネルでも大きなテーマです。以前もね、取り上げました。まあ賛否両論ありましたけれども、とりあえずね、今回の記事、どんなものかっていうのは動画説明欄に URL 貼っときますんで、今回の記事、参考にしていただければと思うんですが、まあこの他にもね、ベーシックインカムについて取り上げているブログとかね、YouTube チャンネルとかたくさんありますので、またね、そちらも合わせてご覧になっていただければと思うんですけれども。でですね、まあ、今回の動画、僕自身はね、有識者でも何でもないんですけれども、元ですね、月10万円生活 YouTuber というタイトルでやってたんでね、このベーシックインカム、月15万円、日本で実施された時にどうなるのかっていうところをね、ちょっとまあ、想像してみるとですよね。例えば、まあ、割と多いかな。まあ、核家族化が進んで、まあ、例えば、二人暮らしの場合ね。はい。一人15万だから、30万来るわけですよ。その家庭は。何にも働かなくても。30万ですよ。二人暮らしで。まあ、もちろん、裕福な暮らしはできないと思います。ただ、どうだろうね。まあ、例えば、家のローンを払って、車持って、まあ、時々、ね、年に何回か、ちょっとまあ旅行に行くとか、そういうぐらいの暮らしというのは、十分可能かと思います。食べ物にも困らない、着る服も困らない、住む家もある、電気代も水道代も払える、
まあ、よっぽど贅沢しなければね、まあ、十分、こなせる金額ですよね。これも働かなくて、よくなくねみたいなね。さらにですよ、もう両親と兄弟、ね、いた場合、4人家族、どうすか ?60 万ですよ、その世帯。60万ですよ。それは、例えば、会社に行ってるお父さん、パートに行ってるお母さん、学校に行ってる子供とかなると、このベーシックインカムを含めた世帯収入って、まあ、もっと大きなものになるよね。だから、より豊かな暮らしができると思いますし、まあ、万が一、病気で働けなくなっても、まあ、十分、暮らしていけるんじゃないのかなと思います。で、一方ですね、独身の方、まあ、結構ね、うちのチャンネルご覧になっている方、独身の方多いかなと思うんですけれども、月15万円生活ね、月15万円で、こう暮らせるようなノウハウなんかがこう確立されるんじゃないかなと思ってね。で、その一生遊んで暮らすテクニックとか、まあ、そういうコツみたいな、なんかこう、ハウツー本なんかが出たりとかね、するんではないのかなと、もっとまあ想像するんだけどね。でね、まあ、こういうことから考えると、まあ、これまでほら、一人暮らしであったり、まあ、あとは過去、核家族化が進むとかね、あるけど、そのあたりがね、ひょっとしたら減るんじゃないのかなと思うんだよね。まとめて暮らすようになるし、で、あとさ、子供がたくさんいればさ、給付金、ベーシックインカム入ってくるわけでしょ?だから、その人口減少に歯止めがかかるんじゃないかなっていうのは、これちょっと簡単に想像できるよね。つまり、なぜ子供が少ないのかって言ったら、まあ、育てるのが大変っていうのがやっぱあるじゃん。ね。それが、このベーシックインカムで解消されるわけですよ。月15万円あればね、まあ、貯金しながらもね、大学までさ、行かせることって十分できると思うんだよ。その子供が毎月15万稼ぐんだよ。生まれ、おぎゃーって生まれてからね。はい。それから、まあ、高校、大学、進むにしても、まあ、十分、こう、蓄えができると思うんだよね。うん。まあ、奨学金なんかにも耐えらなくても済むだろうしね。はい。だから、こういったね、人口減少の問題に大きく貢献するんではないのかな、っていうふうな。これは僕の想像ね。うん。はい。まあ、あとはですね、そうだね。これ、まあ、実際に給付された場合どうかとなると、ですね、ちょっと一回止めるね。はい。でね、実際、どうだろう。まあ、月15万円ベーシックインカムもらうようになってね。うん。現実どうなるかって言ったら、そこで働かないっていう人は結構少数かと思うんですよね。はい。僕はこう思う。実際はですね、もっと働くようになるんじゃないかなと、ちょっと思うんだよね。まあ、やっぱりこう安定的に資金がこう入ってくるってなると、いろんな事業をしたくなるっていうか、やりやすくなるんで、チャレンジしやすくなると思うんだよね。うん。で、なんて言うんだろうね。ちょっと稼ぐだけで豊かになれるってことは、まあ、自信を持つことにつながると思うんだよ。まあ、そうなると、もっと豊かな暮らしをしたいっていう欲が出てくると思うよ。俺は、これがね、日本人の場合、大多数ではないかなと思います。はい。だから逆にですね、人は、より働くようになるんじゃないかなと。そしていろんなビジネスが広がるんじゃないのかなと。僕はこういうふうにね、思ってます。なので、まあ、リボ払い使う人なんかも減るだろうし、まあ、あと借金をするっていうのは、まあ、結構一時的に減るんじゃないか。特に個人向けはね、減るんではないかなと。一時的に激減するんではないかなと思います。はい。僕の場合ね、もしね、自分がベーシックインカム、導入されるっていう風になったらどうするかなってちょっと考えてみたんですけど、僕だったらですね、前にも動画にしましたけども、アドレスに住もうかなと思います。アドレスっていうのはね、月4万円で、その住居費と、電気代、それからネット代込みなんですよ。で、敷金、礼金なしでも住めるというものなんだけど、コワーキングサービスっていうの?シェアハウスと、コワーキングスペースがこう合体したようなもので、ここにはですね、ヤモリという人がいてですね、その利用する、まあ、会員なんだね、利用する人同士をこうつなげる役割を担ったり、あとはその地元のなんかこう、スポットとか旬のものとか、そういったものをこう教えてくれるヤモリというのがね、常駐してるわけなんですよ。なのでね、そこの土地、それから人、
いろんな経験をできつつ、まあ、たった月4万円でね、こう過ごすことができるというサービスなんですよ。ただね、これまあルールがありまして、そのスペースには最大1週間しか入れないんだね。1週間経ったら、出て行って、まあ、次のところに行くとかね。はい。もうこれ全国、今40カ所ぐらい、拠点があって、まあ、それが今ね、拡大してるというところでね、僕はね、ここで住んで、なんかこう、ノマドワークをのんびりしながらね、過ごせればなぁと思うんですよね。で、まあネットでね、まあそこの、何、コワーキングスペースでね、ちゃんと働けるこう、ノマドワークができるようなスペースもちゃんとあるんですって。でそこでこう、パソコン1個でね、インターネットの仕事をまあ、ゆるーくやりながらさ、そこでどうだろう。月10万、20万、稼げればいいじゃない。だってこれに給付金じゃないわ。ベーシックインカムがあるわけだから。そうすると月に25とか35とかね、それぐらいの稼ぎになるわけですよ。のんびり暮らしながら。で、全国を転々としながらそういう暮らしができる。何せですね、自由が手に入るということですよ。そして、たくさんの人との出会いとか、いろんな土地に行ったりとかっていう。これがね、まあ、経験とか勉強にね、なると思うんですよね。まあね、今現状、うちのチャンネルは、やっぱりこう、企業さんの依頼を受けて、まあ、動画を作っているというところがあります。まあ、この動画は違うけどね。うん。なので、まあ、ぶっちゃけですね、100% 自分のやりたいことかといえば、やっぱりちょっとそれは違うと思うんだよね。ただ、まあ、ベーシックインカムがあって、別にそんなに、がっつり稼がなくてもいいよっていうことであれば、もう本当自分の好きなことをさ、発信して、そういう思ったことをさ、例えばこのね、アドレスで、で暮らしてることをさ、動画にしたりとか、でもいいわけですよ。うん。で、なんていうの?こう自由に好きなタイミングで好きなことをもうやっていくっていう時に、そのベーシックインカムっていうシステムがあるとね、こういうなんていうの?配信者?まあもっとね、自由にできると思うんだよね。うん。まあ、てな感じでですね、今の世の中、徐々に豊かになってきてるわけですよ。例えばですね、昔は食うものにも困ってた。ね、住むところにも困ってた。着る服も買えないぐらい貧乏だったけど、今はさ、そういう人ってちょっといないよね。食うものに困ってますっていうのは、まあ、ニュースになるぐらいだから、ほとんどいない。着る服も買える。住む家もあるっていうのがほとんど。今ね、何が問題かって言ったらね、次の問題としてはね、やっぱりね、お金がないっていうね。これお金がないっていうのはあるでしょ?僕だってさ、来月稼ぐ、来月のお金っていうのは保証されてないわけだから、やっぱ働かなきゃもらえないわけですよ。どうしてもやっぱ働く。お金がなきゃ当然困るわけだから、ね、お金に困るというのがあるんだけど、このベーシックインカムが導入されれば、その部分がなくなるわけ。一つの不安が、解消されるわけだしね。で、あとはね、テクノロジーの進化というのがあると思うんだよね。昔は何でも、体を張って仕事をしてた。例えばほら、なんだろう、農業したりね。あとほら、山を削ってなんかこう、炭鉱掘りを起こしたりとかね。で、なんか漁に行ったりとか、とにかく体を使った仕事が徐々に機械化されて、例えば、木材を運搬するにしてもね、昔は手でね、切ってさ、でこカーンとやって、川に下ろして、で移動したのが、もう大型の機械でもバッコーンってこう自動的にね、木を伐採して、世界にこうね、こう配っていくっていうのも、ほとんど機械化が進んで、人間の手がね、だいぶこのかからなくなってきてる。で、今は、さらに、まあ 5G とかね、AI とかが導入されて、これまで人間がやってきたものが、どんどん、自動で何でもできるようになると。つまり、そのロボットとか機械とかコンピューターが働いてくれるわけですよ。我々人間の代わりにね。で、まあ、そこで得た収益、まあ、税金で賄って、このベーシックインカムを実現するっていうことは、決してですね、夢物語ではないのかなと思うんですよね。はい。だから、これがね、僕が生きてる時代に日本で導入されるか。まあ、せめて実験でもね、うん、あったらね、その時に僕もベーシックインカムの恩恵を受けたら動画にします。はい。動画にします。はい。まあまあそんな感じですかね。うん。まあ今回はですね、まあだからこのドイツでね、
ベーシックインカムが、まあ、開始したよというところで、まあ、こう自分なりのね、まあ、こういうふうに、こう、思いをちょっと動画にしましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、このお話を聞いてね、まあ、皆さんにもね、それぞれ意見があると思いますのでね、またこのあたりね、皆さん自身で考えていただければと思います。はい。ということで、うちのチャンネルではね、まあ、こんな感じでね、雑談もやってるんですよ。時々ね、この動画がね、面白いな、役に立ったなと思ったら、ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、佐藤チューンチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。